中世になるとそうした風潮に変化が現れますこの時期には散発的ながら一箇所に多数の墓を集めた共同墓地が作られるようになりました有名なのは静岡県にある一の谷中世墳墓群遺跡ですが先に紹介した鎌倉の材木材遺跡もその一例ですただし写真を見てわかる通り材木座での遺体の扱いは決して丁寧なものではありませんでした この墓地には単体埋葬も多くあるのですが、一方でこうした集積も多数見つかっています。頭の骨ばかり集めたこのピットは、鎌倉の街中に遺棄されていた遺体から集めてきたものか、あるいは合戦の戦死者のものと考えられています。材木座で発見された人骨には、ここで展示しているように刀傷や槍で疲れたような痕跡があるものが多く、当時の世相を感じることができます。 写真の左下には馬の骨が写っていますが、展示にあるように人骨に混ざって馬や当時の人々が食べたと思われる種々の残骸も残されていました。牧場のある頭蓋骨も見つかっていますが、これは白骨化した骨を物騒が供養したものなのでしょう。